新型コロナウイルスに感染してから回復した後、診断検査で陰性が出たとしても、変種のウイルスが肺の中に奥深く潜伏している可能性があるという研究結果が国際学術シセルに掲載された。今日香港のサウスチャイナモーニングポストによると、中国の重慶医科大学の博士が率いる研究人は、 新型コロナの診断検査で3回以上陰性が出た患者の肺から残留ウイルスが検出されたという内容の論文を発表した。この研究では、新型コロナに感染し死亡した78歳の女性に対する死後検査の結果を扱っている。この女性は生前、新型コロナに感染し病院で抗ウイルス治療を受けた。その後、 鼻と喉から採取された資料検査で3回の陰性判定を受け退院していた。コンピュータ断層撮影結果を見ても病状がかなり好転したが、この女性は退院してから1日で心臓麻痺により命を引き取った。解剖結果、肺組織の奥深いところに隠れていた変種のウイルスを発見した。 この博士の率いる研究人はこのように潜伏している変種のウイルスを見つけるために新型コロナの患者が退院する前に肺を洗浄することを提案した。患者の口を通してチューブを入れ洗浄液を注入するという意味である。